はい、ということでやってまいりました。立川ここ高松駅です。本日はですね、とある科学のレールガンのコラボ自動販売機にあるヤシの実サイダーが新しい絵柄にリニューアルしたということなので、はい、今回も全18箇所を回って8種類集めたいと思います。大体の自動販売機が立川駅周辺にあるんですけども、うん、市役所と体育館の2箇所だけちょっと離れた場所にあるので、先にそっちを回ってから立川の方に向かいたいと思います。立川の空、立川の電車、立川の英語、立川にいる私たち。ヤシの実サイダーが2023年の5月頃からリニューアルするっていうことで、なくなり次第随時完売っていう風になっていたんだけども、ようやく10月になって今リニューアルしました。今日が10月の6日で、新しいのが発売してから2、3日しか経ってないんですけども、ツイッターの報告を見る限り8種類中4種類しか出ていないということで、下手したら全種類揃わないんじゃないかという、めちゃくちゃショックだけどね。今のところまだクロコとかウイハルとかサテンさんの報告が上がってないから、早いうちにクロコかサテンさんかウイハルが出れば、はい、その4種類しか出ない説はなくなって、ちゃんと8種類ありますよっていうことになるからね。だから先にそこを当てておきたいね。はい、ということで10分ほど歩いて市役所までやってきたわけなんですけども、ここが浜面の場所ですね。本当の無能力者、よく渡り合ったよ。麦のしぶとくない顔をしても顔をしてもかけるからすごいんだから麦のとだれ怖いな。みんなが突っ込んでさ、目つぶしたりだから怖いって。ロシアまで追っかけてるレールガンでファミレスのを見た後のフレンダーがね、すっごいショック悪いんだこいつが。本当全くもうアクセラさんがこんな感じで絵柄が新しくなってますけど、下の4種類しかツイッターでは報告が上がってないから、上の4種類が出れば説が覆されるということで、それでは記念すべき第1本目です。見事でした。あー、なんかツイッターの報告通り、報告通りだね。怪しいぞ。まあ、1本目だしね。まあまあまあ、まだね、なんでもいいんですよ。とりあえずね、この後はじゃあこのまま体育館の方に向かいたいと思います。はい、15分ほど歩いて市民体育館とやってまいりました。入り口を入ってすぐ右手側にありますので、毎回毎回トラブルメーカーサテンさん、ほんとろくなことしないんだから。この子いきます。ジャッジメントですもん。うわなんてことしてくれたんだ。2本目は見事でした。早いな、かぶるの。2本目でかぶったし、何やってんのせめて違うやつ当ててくれよ。説は覆らないし、もうかぶったし。かぶるのは分かってたことですから。はい、ということで立川駅へとやってまいりましたよ。ここが本当の立川ということです。本当の立川ってなんだ、偽物の立川とかないんですよ。神崎とステイルマグヌス君、とても14歳とは思えないステイル君。絶対14歳だよ。一応天才魔術師です。新しいのを見つけて14歳にして、どっちもそんなにね、実力は。神崎だって強いんだから、20人ぐらいしかいない成人だからね。バッタバタやられる。相手がね、どんどんインフレがもう半端じゃないから。バックはとかね、今のところだったら今年か当たってないから、下だったとしても残りのね、違う種類をね。諸行山、諸行山今までなかったもんね。これこそ本当に新しい缶ですよ。とあるのね、うん、レールガン T のお話が非常に良かったですから、あれはめちゃくちゃグッとくる。砂上の花さんのね、曲も相まってとてもいいシーンでございまして、2種類目このまま次の場所へ向かいましょう。4箇所目がサイクリングバージョンですよ。かわいそうな神ちゃんさん。こんなとこ持つなよ。こんなところを持つな。めちゃくちゃかわいそう。やりたい放題。掃除も神城さんやってるし、料理も神城さんがやってるし、飯食わさなかったら噛みつくし。子供なんだからしょうがないでしょ。しょうがないよ、息こいでるからね、ほんとに。サテンさんか、クロコか。おおっと、でも下か、下だな。4種類しか出ないんじゃないか、これ。怪しい。うわ、怖いな。これで3種類ですよ。次に向かいたいと思います。うん、先ほどの場所からまたしばらく歩いてやってまいりました。こちらがアクセラレーターと美坂妹ラストオーダーの場所ですね。アクセラレーター、ほんとこいつめちゃくちゃ怪しいです。どんだけ殺してると思ってたこいつ。それを救うためにも命がけでロシアまで行ったんだよ。ロシアぐらい行ってもらわないと。ロシアでもね、またね、悪い美坂みたいなのが出てきて、科学サイトが悪い、作りすぎだよ。科学サイト倫理観どうなってんだあれ。国際条約で禁止されてるクローン作りたい放題だ。めちゃくちゃ上条さんが出てないのと上4つだね。上4つさえ出てくれたら安心できるから、だいぶ話が変わってくる。歩くモチベーションにかかってくるから。諸行山です。あら、美坂さん、中学生じゃないよこいつ。中学生と考えると黒子の変態性がとんでもないよ。まあこのぐらいはまだ予想の範囲内ですよ。まだあと10箇所以上ありますから。立川駅の方まで戻ってまいりまして、駿河屋がある場所ですね。6箇所目アクセラレーターだ。モノレールの立川南駅から目の前のフレゴさんですよ。かわいそうなフレンダー。こんなことになるとは。サテンさんとあんな仲良かったんだ。日本の人冷たいね。サテンさんガン無視。メーター当たればその説はね、消えるから、うん、うわ、めちゃくちゃ被ってる。フレゴは一応中にももう一個自動販売機がありますんで、
聖地巡礼マップ、プレゴ監修、プレゴ監修っていうのがよくわかんない、毎回言うの、制作委員会監修とかだったらわかるけど、シーンとかが書いてるのはわかるけども、劇場版シーン不明っていうこれはもう違うじゃん、劇場版シーン不明これはダメよ、もう会場さんか上の、アクセラレーター、どうしよう、困った。プレゴはですね、休憩スペースがこんな感じで、ジャッジメント177支部となってますので、ここがだからウィハルがいつもゴールキーパーとして作業してるところですよね。サテンさんとミコトが入り浸ってますけど、何邪魔してんだ、仕事してんだから。邪魔してないよ、クロコとウィハルは仕事してんだから、ジャッジメントで。あの二人は仕事してないじゃん、ここにいるときは大気なんだから。ジャッジメントでもあるまいし、入り浸って、でこんな感じでね、原作も置いてありますよということで、途中から見るのもな、大変なんだよな、用語が増えるし、登場人物の名前もややこしいし、辞書の厚さだもん、とんでもない厚さ。新訳の3巻ぐらいまでは読んでた気がする。毎回おなじみレベルアッパーダメ絶対、かわいそうなサテンさん。レベルアッパーはあなたの人生を大きく狂わせます。あんま反省してないよこの子。反省した上でやってた。シャドウメタル探して、マネーカード探して、路地裏からフープープーって出てきて、おかげで助かったっていう場面はあるでしょ。おかげで巻き込まれてる方がでかいもんだって。プラマイで言ったら巻き込まれてる方がでかいよ。カレー作ってくれるから、はぁ、なんでカレーにしちゃうわけよって言ってたけど、結構好きになってる。うまーい、手のひら返しが半端じゃない。こんな感じでね、佐藤里奈さんと新井さとみさんが音声案内みたいなのしてる時があるんでね、プレゴさんからすぐ近くのビジネスホテルさんが中にね、自動販売機が置いてあるんで、うわ、アクセラレーターや、アクセラレーターの場所じゃない。9本目でこれはちょっともう望みが、ツイッターの情報と同じで4種類がないっていう可能性があるね。しばらく歩いてきました、こっち、はいはい、コラボのお弁当とかが作ってたりする、うん、おー、上条さん、これで下段コンプリート、そう、はい、ということでまたしばらく歩いてやってまいりました。こちらがレールガンメンバーだね。ダーセー、お子様趣味とか関係なくダーセー、みことっぽいでしょ、ぽいけど、何この格好。黒子も言うよそりゃ、こんなん着てたら。このサテンさんがよくない、極悪人だよこいつ、ほんと。後ろにね、男がいた時、こうなっていたウイハルも対策をせんと、やめてくださいって言ってやめないんだから、ポカポカってやってもやめないんだから、短パンを履くなりしてくんないと。どれか一個でも出てくれれば入ってるんだなっていうことが分かるから、じゃないとモチベが上がんない。うわ、食宝さん、食宝さんとアクセラレーターがリスがすごいね、ダメなんだぞっていうのがこんな中学でおるかいや。ステイルが14歳そう考えるとありえない、そう考えたら、まあ、目が当たんない、怒るよもうこうなってくると。残り7箇所でせめてどれか上1本が出てくれれば、欲を言えばおみことが当たってくれれば。未来センターがある公園の場所がカトリさんのウィハルの、ウィハル、うわー、あれ、おい話が違うやん、8種類入ってないよこれ、上の4種類本当に出てこないね、とんでもない話だよ、だってこうなってくると。立川駅の方まで戻ってきたんですけども、ビルの上の階に1個自動販売機が置いてありますんで、7階の方にね行きましょう。アクセラレーターとミコト絶対仲良くない、アクセラレーターでダメだこれ。羅針盤のところに自動販売機がありますんで、はい、3分の2ヤシのミサイダー、うわー、すごいな、すごいな。宮下さんがある隣の自動販売機がヒロインコンビだね。あとここ入れて4箇所だから、各1箇所ずつで上4段全部出してもらわないと全種類揃わないですから。いや個人的にはもうないんだな8種類って書いてあるから、限界を超えることに意味があるんじゃん。アクセラレーター、もうないじゃんこれ、おい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 、ビルさんの隣にある自動販売機が、私を時和台の今後を見つこと知っての老石ですね。根はいい人、とってもいい人、ちょっとめんどくさいけど根はいい人めんどくさいって言うな、うわー、あら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 、ビル様、おい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 、いい加減にしてくれよ、8種類じゃないじゃん。こちらの立川伊勢屋さんのところにインデックスとトーマが、このね、ゲコタドラ焼きが売ってますから、ね、インデックスが持ってるゲコタドラ焼きがこの立川伊勢屋さんで売ってるということでね、ただの食いしん坊、食費がすごい、スフィンクス勝手に持ってきてるミコト、ダメじゃんもう、上は当たんないですね、上はないねこれね、ないですよ、ないないんじゃ困るんだよ、8種類っつってんだからないねじゃないんだよ、本当許せないよ私は。今回はゲコタドラ焼きをこのお店でね買いに行こうかなと思いますよ。
全然当たらんやんけ、あれ話が全然違う。こっちのせいめっちゃ口を騙されてる。新しい絵柄で8種類リニューアルしましたよっていうことで今回来てんだから。蓋開けたら4種類しかない。これはかつてないほどの不平不満。公園までやってきたんですけども、公園は空いてる時間が決まってるんで、この自販機だけ来るとき気をつけてください。誰かこれ拭いたりやん。拭きさらしでだいぶ汚れてるけど、上のサテンさんが当たれば私はもう全てを水に流しましょう。まあ私はまあミコトが当たれば、じゃあミコトかサテンさんね。上条さんでした。またいいじゃん。上の種類はもうないですね。腹立つわこれ。めちゃくちゃリュックが重いよ。一人当たりね3キロぐらいあるからこれ。とりあえずね、今日買ったのを並べていきましょうか。とんでもない被り方。じゃあ違う、4種類しかねえんだもん。だってそれは被るよ。上条さんが2本でアクセラレーターが7本、食法が6本、みこだ3本。おかしくない？メインとなる4種類がないんですもん。奥の方に眠ってるの可能性があるから、数週間したら出てくる可能性あるね。自販機の奥の方に詰めてあって、まああと数週間してみんなが買ってくうちにだんだん出てくる可能性が。ばらけて詰めろよ。これが立川伊勢屋さんで買ってきた、うん、ゲコタどら焼きですよ。おかしくない？この吹き出し食べてくれなきゃビリビリだぞって。なんだこの吹き出しは。こんなこと言わんやろ。ビリビリだぞって言わないから。ビリビリって言われることを嫌がってるんだから、ふみことは。ね、トーマンがつけた。いじってるよこれ。ま、これはねいいよね、うん、商品として。ヤシの実サイダーで乾杯しましょうか。乾杯。乾杯。甘い。甘い。わあ。懐かしい。かわいい。ゲコタどら焼き。多めのあんこで非常に箱売りしててお土産としても持って帰りやすいと思う。よっ。際はぜひゲコタどら焼き買ってください。こんにちは、こんばんは、伊藤です。福岡だ中道です。はい、ということでね、自販機を全18箇所回ってきたわけなんですけども、はい、立川はねこんな感じでコラボ商品であったり聖地とか分かりやすい場所が多いので、ファンの方はぜひ立川来てみてください。自販機はまあ全18箇所回らなくても駅の近くにも何箇所かあったりするんで、立川寄った際チラッと寄ってみてください。ということで以上、ここまでお届けいたしましたのは私中道とようでした。それではまた次回です。科学と魔術が交差するとき物語が始まる。じゃあアチメントですの。まだ16本残ってるからいくらでも持って帰り。いや、こちらこそ。ものすごい甘いんだから同じ自動販売機で何本か買えば奥のが出てきて、さすがに上の4種類のどれかが出てくんじゃないかということでね、1本ずつちょっと買ってみよう。ショックだわ、今日1日ショックだわ。ダメだ、ダメです、ダメです、本当にダメです。もうここで3本買ってることになるからね。この辺でサテンさんが出てくれれば、私はもう全てを水に流す。今日一日の全てを水に流してるから。さっき聞いた、さっき聞いたもん。何回でも聞けよ。サテンさんが出てくれればね。うわ、上条さん。ダメです、これはもう4種類しかありません。1ヶ月ぐらい待った方が。全部揃えたい人はちょっと期間を置いてから、うん、行くようにしてください。